市小井沼の会社員柏木喜久さんの住宅で2階から火が出ていると消防に通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅およそ180平方メートルが全焼しました。警察などによりますと、この住宅には柏木さんと孫の小学生ら6人が暮らしていて、4人が病院に運ばれましたが、目立った怪我はないということです。警察と消防が出火の原因を調べています。お天気は増田さんです。今日も半袖日和でちょっと売れますね。また気温が上がってるんですよね。この時間までで館林、群馬県の館林31度を超えてます。東京も2日続けて30度に迫るような、そんな勢いですね。で、湿度が真夏に比べて低いのが普通なんですけれども、ただその湿度が昨日より少し高くなっているんですね。昨日よりカラッとしてないと思います。というのも原因が南風です。南から吹いてくるから、海、つまり海から太平洋から吹いてくる湿気を運んでくるんですね。で、この湿気が最終的には雲の原材料にもなります。雲が西からこれだけ大きい雲がですね、じわじわじわっとこう来ているんですね。ですからこの後だんだん雲が増えてくる。この後の予報、まだ午後も晴れるんですけれども、だんだん午後は雲が増えてくる、広がってくる、そんな天気になりますね。風も少し強まっていると。北関東や埼玉も晴れますが、だんだん雲が広がります。ただ雨は降りません。最高気温は30度前後、夜は昨日より暖かですね。さあ、明日の雲と雨の予想なんですが、白いところが雲、青いところが雨。明日、やっぱり雲が広がってきまして、雨雲もやってきます。一部がですね、北関東など、関東地方にもかかってくるということになりそうですね。明日、午前中日差しの出る時間もありますけれども、だんだん曇り、午後は一時的な雨の可能性がありますね。はい、明日少し暑さ収まりますけれども、木曜日がまた暑くなります。金曜日の雨で少し暑さが和らぎますね。ちょっとカラッとからもやっとになりますね。しいたけものがアロマリッチ。いつか、ほう、取り出す。生まれたてのみずみずしい香り、続く。アロマリッチ、かみつぎ。ハリーが新しくいつもの口どけ、滑らかさ、お気に入りと思ったらね、さらにここしかあるの。オリジナル乳業狙われてんと思ったら、ワンプッシュのムースで伸ばすだけ、ムラもない。新色はカニエキャラメルとピンクベージュ、綺麗な髪色楽しもう。キエロムースカラー、うん、ありがとうございます。社会は総合引っ越し専業、技術と信頼、真心を込めて、これからも2年連続引っ越し日本ナンバーワン、引っ越しは社会。真夏の通勤も脇汗の出口に、しっかり肩バンストロークからプレミアムホールオン新登場。汗出る気にしないでしょ。政治資金の私的流用疑惑の問題などで批判が相次いでいる松添東京都知事、ご無理をご迷惑ください、申し訳ありません。昨日、政治資金の使い道をめぐって新たな疑惑が浮上しました。趣味で買ってると思うよ。理事長の練習とかこういうのも配達したことありますけどね。本題って書いてる対応しましたけど、おにぎりの分なら家場をしっかり安定させる。上方向でも下方向でもどんな方向でも釣れにくい、ね、思いっきり息をぴったりフィット。おにぎり先生歌うのかな。どこもの役割、僕誰じゃないか。ちょっと見て。マピコ、どうしよう。大人の味が浮上する。上質なガリッとした食感のマピコ。パックはガリッとしていません。滑らか愛の食感のパックは。こういうところイライラしやがって、なかなか眠れない。
ご飯も炊いてるから。僕大学日給負けたって。どこに？長島さんがおるくらい日給。山さんが出てきました。荷物全部持って、でも台所に小林がポッと乗ってて。うわ、めっちゃ飛んでるやん。気持ちがちょっと上がりました。よかったですね。緊張、小林がポッと。伊賀は法政だった。法政だった。どうだった？この人、作新学院から法政に行ったの。忘れた。世界で生きる。え、世界で。すっごい。ウェザーディングワールドが映ったユニバーサルスタジオジャパン。どうも。離れちゃった。もしかして。そばくらくで栄養が足らんから卵をつけるんだよ。卵だけの卵が新しくなった。いつもの口溶け滑らかさ。キャベジとかで何歳に行くか春上になる。ああ、そうだ。飲むべきで、何を食べてるんですか？ 森さんになったつもりなし。一番のない遠くでしたね。ごはんにたどり着くんだろう。食べてる最高にいいだよね。